チャンピオンリさあ今日もリコさんです。はい、ということで、はい、ということで絶好調悪いんですか？いいですね。どこが辛いですか？全部ですけど、腰も足もすごい重だるいし、足上がらないし、足上がらないし、最近冷えもひどくて。最近寒いですかね。寒いじゃないですか。もともとすごい寒がりなんですけど、足が本当冷たくて寝れないっていうのが最近。そしたらね、こわばって、血流も悪いんで筋肉もね硬くなったりもしますし、全部悪いですね。そうなんですよ。ジム行ってるんですよね。ジム行ってます。ジムで何やってるんですか？こぼいてるんですか？ストレッチとあと筋トレ。筋肉ないですよね。いつなったらつくんですかね。つかないですけどこれ以上なくなったら困るじゃないですか。困ります。なので、まあ、一応ジムに行って何とか今を、あ、ギリ保ってるわけですね。保ってます。ギリですね。ギリです。ちょっと冷え性も腰も足も、まあ、バキバキでだるいということで、全部一応今日別の動画で他のね上の上半身の部分はケアしてますんで、後半戦ですね、足ですね、しっかりと治療していきたいと思いますけど、思いやれそうですけども、じゃあ行ってみたいと思います。それでは足腰がちょっとね冷えたりとか、足先も相当冷えてるところですけども、こちら側向いていただいて反ってみましょう。大好きな、あの前よりいいですね。前より普段よりはいいです。普段は止まってますから。足踏み、ちなみに足踏み、足今日痛いんですよ。足痛いんですか？ふくらはぎがなんか謎の筋肉痛みたいな、全然足上がってないですけど、全然上がんないです。揺れてるだけですよ、右に。どっちが痛いですか？両方痛い。両方痛いですか？これですね、これ。お、痛いところにですね、支援を貼ります。その上に10円を貼ってください。こんな感じ。ちょっと足を下にしてみてください。こちら全然上がりますね。また上がってますね。ちょっと前向いてもらう。はい。全然上がるんですね。こっちは上がりやすいです。ね、ひどいわでも。足なんかやばいですよね。すごい足痛いんですよ。ふくらはぎが。治療していきましょう。それでは、はい。それでは先に、背中ですね。やって足背伸ばしていきます。では、はい。いつもより大丈夫じゃないですか？まだ今のところは大丈夫かもしれないです。大丈夫か？わかんないですね。わかんない。座れたらわかんない。大丈夫ですね。いや、どうかな。あ、いつもより大丈夫ですね。まだいつもよりは、あ、まだちょっと。健康的な水だ。結構しんきます。大丈夫ですか？良さそうですね。まだマシですかね、いつもよりは。うんうん、全然反応が違います。ダメなやつが出てないですもんね。それはやばい、それはそれはきついね、それ。こうですか？それはやばい。あ、それはやばい。なるほど。ちょっと回します。バイブレーションセルライト取りです。怖い、やばい。やだ、やだって言ってます。でも飛び込むのがないですからね。でもそうですね、上半身置きますからね。血流が悪いので一気に血流良くしちゃいましょう。
やっぱそう。大丈夫です。まだ何もしてない。時間してない。しますね、この足を。はい。弱めです。おお今日重傷だもん。今日足は重傷です。背中全然大丈夫だ。重傷です。重症ですね。切れそうな、あの切られそうな。後が。重感大丈夫ですね。そうですね。不思議。不思議ですね。はい。ふくらはぎだけですね。ふくらはぎだけですね。ふくらはぎ重症。ここだって内側とかっていつもだったらもう。もうでもそこ痛いかも。うわこれぐらいさ、普通にね、気持ちのいいオイルマッサージじゃないですか。おかしいな。重症ですね。これ結構気持ちいいマッサージなんですよ。それの時間になりました。背中足スリダムを取っていきます。出るんですけど引きがね早いですね。で足は悪いみたいですね。足あんまり出ない出ますか。はい。じゃあ背中足針をしていきたいと思います。ちょっと響きますね。はい、グリース。ブ調子ですね。ブ。って言った。それでは10分ほどお休みいただきます。はい、それでは時間になりました。足背中針を取っていきます。もうちょっと、あでも大丈夫です。これだ。もう消えましたね。あこっちは大丈夫。はい。はい、それで背中足針取れましたので動きをチェックしてみたいと思います。はい、施術終わりましたけど、めちゃ香りすっきりしましたね。はい、すっきりです。では、反り腰。
はい、おーすごいですね。 OK です。はい、はい、じゃあ前に見ていただく足踏みはどうですか。はい、おー全然違うぞ。足上がりましたよかったよねこんなだったもん。覚えてます皆さん、こんなにしてもんな、ね、なんかも固めてるだけだったね。手かげていただいて、はい、ということで足めちゃめちゃ重いとかだるいとかですね、針治療するとすごく良くなりますね。本治法っていう全身調整やると、すごく持ちが違いますんでね、ぜひ受けていただければなと思います。うちの院はここ銀座院と横浜と町がありますので、概要欄からお問い合わせいただければなと思います。こういった施術ができる先生がですね、全国450人ぐらいおりますので、概要欄からお問い合わせいただければ地方の先生もご紹介できるかなと思います。はい、それからですね、このチャンネル見ていただいている方は8割9割のまあ、チャンネル登録いただいてないので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。で、他にも施術動画、セルフケア動画配信していますので、次の動画もご覧いただければなと思います。はい、ということで今日の施術はいかがでしたか。めちゃめちゃ足上がらなかったんですけど、すっごい軽くなりました。よかったです。はい、ということで次の動画もご覧いただけると思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。確かに前よりいいですね。普段よりいい。じゃあまあ困ってますか。もう一回困ってます。ダメ。以上無理です。言えば後ろで寄っていただくと、なんか血の気引いてるみたいな、ちょっとなんか。疲れが出てますよ。出てます。今日は人材になって。見たくないです。